ボーダー率は皆さんボーダー何人か悩んでいただいて嬉しいです。ボーダー確かに確かにボーダーが、ね、皆さん入ってたりとか囚人の方々がね、ありがとうございます。いやー本当久しぶりですね、ライブするのは。うん、そう、お家でライブ以来ですね。そうなんですよね、1年前ぐらい。東京のミュージシャンの人が来てくれて、中村博文さんっていうニックネームアニなんですけど、その人の、まあ、大好きだね、僕たちの、うん、僕たちのじゃないね、アニの曲ものにしてましたね。そう、僕たちのものそりいいんじゃないですか。うん、気分さあ今日はどこへ行こうか、昨日と違ったっていいから、それが気分というものだから、好きなところへ行こう。さあ今日は誰と過ごそうか、昨日と違ったっていいから、それが気分というものだから、好きな人とLa la 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 la
作る。何気にこの下にはね、一応ヒートテック着てる。違うね。もう半袖着たい。もう半袖着たい。わかる。いやでも早く半袖行っちゃうともう次ないですからね。そうそうそう。次は短パンだけ残して。ああ、残る。切り札として。バカンチです。よろしくお願いします。お願いします。トミコマスケ、オンボーカル宮崎博士でお送りします。次がリトルジャーニーというオリジナルの曲になります。自転車でちょっと旅するような曲ですね。で結局まあ駐在連で演奏はできなかったけど CD を僕たちが制作してるので、そうそうそう、あのなんでしょう、
手製お手製でっていうか、それを会場でね、会場で流してもらった。中退での会場でマカロニかかってるってちょっとなかなか気抜けそうやけど。感謝状までいただいたんですよね。そうそうそう、本当ね。表彰してもらったもんね。そうそうそう。俺が表彰とかしてもらったの生まれ初めてです。うん。感謝状はない。感謝状ないです。もらったのは初めてだったね。でやっぱりスポーツなので、まあ、僕もスポーツ大好きで各種目全部調べて18種目ぐらいあったのかな。 そうそう、それを全部、まあ、絵にして、うん、それをジャケットにして納品したっていうね、うん、曲喜んでもらいましたね。そう、演奏しますか。はい、じゃあ僕らの星僕らの星。イエーイ。最後、僕も間違えました。
こんな感じなんです、僕たちのライブは、ね、もういっぱい間違います。ランランラブっていう曲で、これは実はちょっとこうデートに行く前に、うん、デート前の曲ですね。こうなんかワクワクソワソワして、うん、こう行くような、うん、楽しい歌ですよね。これもね、抽象的な注文をつけて、ね、これが曲をフフフンっていうやつを入れて、これデートっぽいやつと、うん、晴れとか夏とか、うん、こういうな青とか、そういう注文をつけて、うん、宮崎宏書き下ろしの歌詞が乗ってきましたね。そうそうそう、やりましょうか。やりましょうか、はい、ちょっとワクワク気分で皆さん。待ち合わせ場所を聞いた後、鏡の前確認、クローゼットのドアの裏側、いつものボーダー選んだと、でもやっぱ今日は違う気分で行きたいんだな。こないだ言えなかったことを思い出したら、今日なら言えそうな言葉が欲しい。ステレオのボリューム上げて聞こえたラブソングみたいになれたらいいよね。でも多分言えないから、約束の時間近くて、バスのドア窓辺でぼんやりあなたを
いでこくからこぼしたコーヒーのシミもようなら笑顔で売れるかも僕が左で君が右でキッチンでトントンじゅわじゅわ胸の奥の丸い未来に僕たち思い寄せておまぬけなやりとりがおかしくたわいもなくてフライパン持って包丁も次はオーダーリンっていう曲をやります。いいね、知ってる、オーダーリン。さすが、僕はね、行きます。オーダーリン、thank you.
最後の曲は、うん、ダイダイ色の月とブルースという曲で、はい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 、はい、それですね、させていただこうかなと思います。そうですね、そうですね、1時間ぐらいのライブなんかちょうどいいですね。そうですね、ちょうどいいですね、はい、1時間さあ、いいですか、いきますか、はい、じゃあ最後の曲です。マカロニです。マカロニでした今来た今から始めるのかみたいな、うわーって思ったやつなんだね。でした、ありがとうございました。じゃあ、だいだい色の月とブルースという曲です。Yeah.
けどね。アンコールいただいたってことで。スタイルそうですね。喋りすぎましたね。喋りが多すぎましたね。では何をしましょうか、ね。そうですね。はい、一曲最後はい、そうでしたね、カバー曲もですね。そうです、ね、羊毛とお花さんっていう二人組の男女のユニットがあって、うん、歌い手さんのお花さんの方は若くして亡くなってしまったんですけど、その方たちの曲は僕もすごく大好きで、うん、で。この曲をね、いつかね、こう課題曲にして練習してたんだよね。そうですね、ずいぶん前ですよね。ずっとっていう曲なんですけど、この曲を最後お届けしたいなとは思っています、うん、ですね、そうですね、うん、めちゃくちゃ久しぶりしますけど、久しぶりですね。そうね、ね、うん、そう、歌に込めましょう。込めましょう、はい、歌に全部入ってます。そうですね。Thank you.
終わり。